広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は臨時福祉給付金業務室の丸本さんに紹介していただきます。丸本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週の一押し情報は何ですか？はい、今週は申請期限が迫った臨時福祉給付金についてご案内します。申請期限が迫っているんですね。それでは改めて詳しく教えてください。はい、臨時福祉給付金は昨年の消費税率の引き上げなどの影響を踏まえ、所得の低い人へ臨時的に支給するものです。この給付金を受け取るためには平成27年1月1日時点で住民登録されている市町村へ申請が必要です。東広島市における申請期限は今月の1月29日までです。郵送の場合は当日の消し印であれば有効です。対象となる人で、まだ申請していない人、すでに申請書を提出した人で、記入漏れなどにより申請書が返送されている人、また添付書類不備の案内が届いている人は、申請書または必要書類を至急提出してください。期限までに申請されない場合や必要書類を提出されない場合は、申請を辞退したものとみなします。この場合、給付金の支給はできません。また対象となる可能性があり、まだ申請していない人には、平成27年12月に申請書を再送付しています。では対象になる人や金額について教えていただけますか？はい、対象となる人は平成27年度の市民税が課税されていない人です。ただし、平成27年度の市民税が課税されている人の扶養親族などの場合や、生活保護制度の被保護者などは対象となりません。支給金額は対象者1人につき6000円で1回限りです。では丸本さん、申請方法などについて教えてください。はい、申請方法は、申請書に必要事項を記入し、押印し、必要な提出書類を添えて申請してください。郵送での受付のほか、市役所本館4階の臨時福祉給付金業務室、各支所、出張所でも受け付けています。受付時間は8時半から17時15分までで、土曜日、日曜日を除きます。このほか何か注意することはありますか？はい、給付金支給を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員などが ATM 現金自動預け払い機などの操作をお願いして、手数料の振り込みを求めることはありません。また給付金を支給するために、市の職員などがメールで手続きをお願いすることもありません。給付金に関するお問い合わせは、臨時福祉給付金業務室、電話082-420-0943、ファックスは082-420-0944です。申請期限は1月29日までになります。対象となる人は忘れずに申請しましょう。今週は臨時福祉給付金業務室の丸本さんに紹介していただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。